今回は歩いて稼ぐではなく歩いて楽しむアグレットを紹介します。はい、こんにちは。マルチンカムサラリーマンのハチノです。今回も歩いて稼ぐ Move to Earn のアプリを紹介していこうと思うんですけれども、これまでね、過去にスウェットコイン、ステラウォーク、そしてこちらですね、コインを、歩いて稼ぐということで、ジョギングとか、あとウォーキングですね、するときに、アプリ立ち上げて、歩いたついでに、稼ぐとね、稼ぐために歩くというよりは、ね、歩くついでに、稼ぐと、そういう感じでアプリを立ち上げて、ウォーキング、ジョギングに出かけましょうというね、あくまでも無料で、稼ぐというところにこだわって動画を作っていますけれども、今回はですね、こちらですね、アグレットというね、アプリなんですけれども、実はこれですね、Move to Earn というわけではなくて、歩いて、歩数計でポイントを稼いで、その稼いだポイントでアプリの中のこういうね、スニーカーグッズアイテムを、入手するということで、現時点だと稼ぐとか、そういった要素は、今現在は、これからどうなるか分かんないですけど、今現在はないです。で、今後ね、 NFT とかのね、ついたスニーカーとかも販売されるようですけれども、それをアプリの中で、売るというところがね、一応売買のようなところ、マーケットプレイスみたいなところはあるんですけれども、今のところ、直接歩いた、もう歩いてカウントされた歩数が、お金になるというね、風にはできていなくて、もしキャッシュポイントがあるとすれば、レアな靴を、拾ったり購入したりして、それを中古販売して、オークションとかで売買して儲けるといった手段はあるかもしれないですけど、歩いてそのままね、暗号通貨を稼ぐというものではないので、そこでね、あえてこう稼ぐを消して楽しむというふうに書いてますので、そこだけちょっとね、誤解しないようにしていただけたらと思います。はい、じゃあね、ウェブサイト見ながら解説していこうと思ったんですけれども、ウェブサイトがですね、これだけなんですよね。はい、で、詳細はですね、この下のブログというところを押していただくと、結構いろんな情報がブログ形式で載っていますと。で、その中からアグレットどういうものかというところをね、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずね、アグレットとは何ですかということなんですけれども、アグレットはスニーカーヘッド向けの最初のロケーションベースの仮想ショッピングゲームですと。自分たちの街を探索し、ゲーム内通貨を獲得し、これまでに見た中で最も病気で最も神聖なグレイルスニーカーコレクションを構築している世界中のゲーマーに加わってください。スニーカードンになるために必要なものがあるかどうかを調べて、最高で最も希少なキックを集めてくださいということで、はいね、ゲーム内通貨を獲得するけれども、これがね、暗号通貨になってるわけではなくて、あくまでもね、ゲームの中で使えるポイントみたいな感じですよと。はい、なのでね、Move to Earnではないというところはね、まずあらかじめご理解いただけたらと思います。はい、そして IRL のステップからスニーカーまでということで、このゲームは物理的なステップ、歩数ですね、歩数をゲーム内通貨であるアグレットに変えます。これを使用してニューバランス、アシックス、アディダス、イージーなどのブランドから仮想スニーカーを購入および収集できます、ね、で、アグレットマップを使用して実際の物理的な世界を探索することで、トレジャースタッシュを探してアクセスできます。これらの隠し場所にはアグレット、ゴールドアグレット、バーチャルスニーカーズ、さらには本物のスニーカーが含まれていますと、はい、いうことですね。この本物のスニーカーっていうのがね、結構ミソだと思います。本物のように本物ということで、はい、このゲームの報酬の一部として本物のスニーカーをプレゼントしますと。2021年、アグレットは尽力のあるライフスタイルブランドアクセルありがとうと提携し、プレイヤー向けに GO シューズのアクセルありがとうコレクションを発表しました。コレクションを無事に完了した人はゲーム内のアクセルありがとうソックス
プールスライドの特別なペアを受け取り、実際のアクセルアグリガトシューズを獲得するために抽選に参加しましたということで、まあね、このアプリで、まあ、ゲームをしながらっていうか、アプリのマップ上で歩いて、まあ、トレジャーハンティングみたいな感じでね、いろんなところにこう、まあ、ポケモンと一緒ですかね、こうアイテムが隠してあると。でそのアイテムを拾うと、それが実際にシューズをもらう、まあ、チケットみたいな感じで、実際のね本物のシューズと交換できるという、まあ、そういったゲーム要素を、まあ、イベントとして、はい、取り込んでいるそうです。まあ、このね、シューズがもらえる件についてはツイッターでもね投稿されていましたので、後で紹介したいと思います。そしてこちらがですね、アグレットの CEO の方で、もともとアディダスでディレクターをやっていた方ということで、やっぱり靴に詳しかったりするようで、結構ね、あの靴好きみたいな感じで、こう棚に靴を飾ったりとか、そういうコレクションの要素とかもやっぱり靴好きのところからね発想したゲームなのかなっていうのが、はい、感じました。それでは登録方法の方ね、解説していきたいと思いますけれども、はい、いつものように QR コードを読んでいただくか、画面の概要欄にね URL 貼っときましたので、そちらからアクセスしてください。そうするとね、ウェブサイトの方に飛びますので、こちらからね iPhone とあと Google Play Store からそれぞれダウンロードしてください。はい、それではね、登録方法とあと初期設定ですかね、はい、やっていきたいと思いますけれども、まずはねアプリ立ち上がりましたら Get Started と、はい、そうするとロックアンドアーンということで、はい、まあこれは履いて稼ぎましょうってことですかね。はい、でネクストを押していただいて、はい、エクスプローラー&コップということで、いろんなところを探して、なんかポケモン GO みたいな要素があるので、お店とかねショップとか行って靴を、まあ、手に入れたりメンテナンスしたりということができるようです。はい、じゃあネクストを押していただいて、はい、でたくさんのねスニーカーをまあ購入して、まあこんな感じで並べて楽しむみたいなこともできるんですかね。はい、じゃあレッツゴーというところで、はい、まずはね最初に履く靴を選んでくださいということで、この3つの中から選んでくださいと。で1つ目これタップすると、バンズのオールドスクールオールホワイトということで、はい、こちらにアンレイトということで、多分ねその稼ぐ効率みたいなのがねポイントで出ていますと。でマックスブーストレイトということで、これがなんか耐久性とか、あと天候とかによっても変わってくるんですかね。はい、まあ、そういう数字がありますよと。でまだね最初なのでかなり低いスニーカーだと思います。で詳細はねこちらに書いてあるので、はい、見ていただいて、でちょっとこれじゃないなと思ったら、はい、この矢印で戻れますので、はい、で今度は真ん中のスニーカーですね。はい、こちらアグレットのアグレット1オールホワイトということで、はい、3ポイントで、こちらがちょっとポイントがねさっきよりも8ポイント高いものになってますと。ちょっと耐久性が上がってるんですかね。はい、でこんな感じで、はい、じゃあこれでもないなということでまた戻って、で3つ目がですね、これ多分皆さんね一度は履いたこと買ったことあるんじゃないかと思うんですけど、アディダスのスタンスミスですね。はい、私も一足持ってますけれども、はい、ね、こういう身近に履いたことのある靴とかが並んでると結構ね親しみ感ありますよね。はい、ということでこの3つの中から選んでいくことになるので、はい、まあね後からどんどん多分新しい靴とか履き替えていくことになるので、最初はどれでもいいと思います。じゃあ私はねちょっとでも耐久性が高そうなこの真ん中のアグレットにしますと。はい、ではねこの一番下のコップンというところを押しますと。はい、でこれでね最初の靴はこれでいいですかって聞いてくるので、イエスと押してください。はい、でこの結構ね演出が、はい、結構良くてですね、靴を購入したのでね箱から開けるところから、はい、できますということで、で、2回タップしてくださいということなので2回タップ、はい、します。そうするとちょっとね今大きくなったの分かりますかね、この蓋が取れますよということで、はい、指でねこうちょっとずらすとチラ見ができるというところで、でフリックすると蓋が取れると、はい、で出てきましたと。はい、アグレット1オールホワイトですね。はい、でネクストと。はい、かなりですね最初のこの初期の演出がすごいなと思ってね、ちょっとなんか感動したんですけど、はい、今度はアバターですね。はい、Your Avatar ということで、
レッツゴーと、はい、そうしますとですね、まあいろいろ選べますと、まず今ウェアですね、ウェアなんですけれどもロングスリーブということで、はい、今ちょっとねこの下のねパーカーの下の服が変わりましたね。はい、putting on some layers ということで、はい、こんな感じで変えれますし、あとはここですね、 T シャツとかね、いろいろ選べ、ちょっと T シャツだから中見えないんですけれども、はいはい、でこういうねタンクトップ着ますかとか、シャツとかフード、今これ着てるんですかね、はい、こんな感じで、はい、であとは顔の色とかも選べますし、あとズボンですかね、はい、こんな感じでいろいろ選べますと、はい、でちょっとね選ぶのめんどくさいなっていう方はですね、ここにサイコロのボタンがあるので、これなんかガチャみたいなねイメージですかね、これを押すと、はい、こんな感じでね適当に何種類かこう提案してくれるので、まあ、これをガチャガチャやりながらこの辺かなと思ったもので、はい、じゃあ今回はねこれでちょっとやってみます。後でねこれ変えれると思いますので、はい、でよろしければ右上のこのチェックボタンを押してください。はい、そうしますとねこれで決めますかと出ますので、ここのコットイットと押しますと、はいはい、で今度はですね、まず今履いてる靴がこれですよっていうことで、ウェアっていうところですね。で下のネクストを押すと、はい、でシェルフって書いてありますけど、まあ靴箱だと思ってください。今はね、一足しかなくて履いちゃってるので、ね、ここにはないんですけれども、どん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 これからね歩いて靴を見つけたり買ったりとかしていくうちにどんどん増えていくんだと思います。はい、じゃあネクストと押していただいて、はい、そうしましたらね、ここから登録画面になりますので、まあね、お好きな登録の方法でやっていただければと思います。まあ、Google で登録してもいいですし、メールアドレスで登録してもいいと思います。じゃあね、今回私はメールアドレスで、はい、登録したいと思いますので、まずチェックを押していただいて、はい、そうしましたら、メールの場合はね、E メールで、はい、まずはね、メールアドレス2箇所入れてください。で、ユーザーネーム、ね、お好きなあなたのニックネームですね。私はいつもの誠358とか、はい、使ってみようと思います。はい。で、こちらが私の紹介コードになるので、まあ、よろしければね、こちらをお使いください。はい。で、紹介コードを使うと、1万歩達成した時に、ね、お互いに1000ポイントもらえるということになっているそうです。じゃあね、登録したらネクストと押してください。はい、ということでね、リファラルコードが承認されましたということで、紹介してくれた人と私が1万歩歩くとね、1000ポイントもらえるということだそうです。はい、じゃあですね、一番下を押していただいて、はい、そうしましたらですね、はい、まあそうですね、トラッキング設定を有効にしてくださいと、はい、許可しますかということですね。はい。でオートスタートセッティング、はい、セッティングでオートスタートをやってくださいと。はい、じゃあ自動起動設定ということで、アグレットがここにありますので、こちらをオンにすると、はい、してくださいと。今、イエスを選んだので、はい、イエスと。はい、まあ、ノーでも多分、後から設定はできると思うんですけど、あとバッテリーセッティングですね。はい、ロケーションサービス。はい、アプリの使用時のみと。はい、ということで、まあ、全部ね、チェックする必要はなさそうなので、あとはね、やっぱりバッテリーがどうしても減りやすくなるので、そこはね、皆さんの設定変えながらやっていただければと思います。はい、そうしますとですね、ロケーションデータね、常に有効にしますかというところなので、はい、こちらはね、まあ、どちらか選んでいただければと思います。とりあえず常に許可を押しておきましょう。はい。はい、それではね、ここからは遊び方の説明に入っていきたいと思いますけれども、まずですね、チュートリアルが始まると思います。ね、で、結構ね、英語で書いてあるので、はい、全部ね、日本語で見ていきたいと思いますけれども、サニー・アグレット・チャンスと、吹雪の中でそれらのスライドをチャックする前によく考えてください。スニーカーに GCP ・グリップ・コンフォート・プロテクションの評価を追加しました。これは周囲の実際の気象条件に応じて収益率に影響します。
適切な条件で適切なスニーカーを揺さぶると標準レートの最大16倍の収益率が得られます。あなたがそれを正しくするならば、それは古いブースト率に加えて余分な6倍です。フィッチにも注意してください。現在の気象条件に合わせて間違ったスニーカー、またはスニーカー以外を着用するとウォレットからアグレットがリークする可能性があります。今すぐ棚に行き、その機械にぴったりのスニーカーを履いているかどうかを確認してください。これは古いトリプルホワイトを払い落とすことを意味します。あなたは今、古典を揺るがすより多くの理由があります。ちょっとね、日本語わからないですけれども、要はですね、雨降ってる時にサンダルじゃダメだよと。ね、で、まあ、靴を履きましょう。で、靴でも雨の時は、まあ、ハイカットだとポイントが、ね、高いですよと、まあ、ローカットでもまあそこそこなんですけども、雨の時は特にハイカットがいいですよという感じで、まあ、天気に合わせて靴を履き替えるということでね、まあ、実際の、ね、生活の中でもまあそういう感じでやってるんじゃないかと思いますね。はい、ということで、はい、ちゃんとね、天候を見ながら靴を選んでくださいねということが書いてあります。はい、そしてあなたはドンですかと、はい、あなたの棚が曲がる価値があるのか、それともあなたのステップグラインディングが報われているのか、あなたがゲームでどれだけうまくやっているのか疑問に思ったことはありませんか。これでドンスコアを使用してアグレットのレベルを測定してできますと。ドンスコア999ということなんですけれども、ドンスコアは相対的な尺度ですと。これはスコアが他のアグレットプレイヤーに対して0から999まで測定されることを意味します。いいえ、1000人のアグレットプレイヤーがいることを意味するわけではありません。注意してください。あなたのドンスコアはあなたがアグレットをどのようにプレイするかに応じて上下に移動します。様々なことがスコアにプラスまたはマイナスの影響を与えます。歩き、稼ぎ、警官を務め、集めてゲームに積極的に参加し、ドンスコアを上げましょう。あなたのプロフィールに行き、あなたのドンスコアが今何であるかを見てくださいということですね。はい、でこのドンスコアなんですけれども、ちょっとねごめんなさい、よくわかりません。ただなんとなくね、そのゲームの偏差値みたいな感じですかね。なんかこう歩いたり稼いだりね、このゲームに参加することで上がったり下がったりと。ただこのスコアがどういうふうにね、影響するかっていうのはちょっと今のところわからないので、まあ普通にね、まずはゲームをやっていけば上がるんじゃないかなと思います。でちなみにドンスコアですけれども、このねプロフィールのページにこの真ん中にね、多分表示されるんですけど、私もね始めたばかりなのでノードンスコアとなってるので、多分何日か歩いていくとここに数字が出るのかなと思います。はい、そして最後ですね、正しいことをやる、そして着るということで、リペア、デッドストック、売れ残り、スタッシュと、ね、いうことで、これが地図上に、表示されるということですかね。スニーカーによってはより多くのアグレットを獲得できる場合もありますが、摩耗が早くなる場合があります。これは耐久性の評価によるものであり、比較して強くなったり弱くなったりします。最寄りの駅にチェックインすることでいつでも状態を回復できます。発見するために探検してください。修理ステーションはそれらを一定の割合で復元できます。デッドストックステーションは 100% でデッドストックに戻りますと。そして報酬をもたらすかもしれない宝の隠し場所もそこにありますと、はい、いうことでね、はい、でこのチュートリアルが終わるといよいよねこの画面になると思います。でこのエクスプローラーの画面でですね、まあ、ここに見えてるのがこれがリペアショップなんですかね。はい、だから皆さんの多分家の近くにこのマークがあると思うので、このマークのところに行ってリペアをする感じになるのかなと思います。はい、じゃあですね、 Welcome to Explorer 出てますので、レッツゴーを押してみてください。はい、そうしますとですね、こんな感じでね、安全を確保するということで、まあポケモン GO でもねちょっと問題になってだと思うんですけれども、やっぱりね画面見ながら歩いたりすると危険なので、まあ、その辺ね注意してくださいと。現在世界中の遊び場はかなり荒れている可能性があります。アグレットを獲得するために散歩、ジョギングまたはランニングに出かけるときは安全を確保し、社会的距離を保つことを忘れないでください。安全な場合にのみ駅や隠し場所を探索し、
常に地方自治体の指導に従ってください。安全に賢く、そしてこのことを打ち負かしましょう。アグレットの安全ガイドラインを読むということで、こちらに、ね、リンクがありますので、はい、興味があれば、ね、見てみてください。はい、そうしましたらね、やっとスタート画面なんですけれども、ここでね、タップヒアと書いてありますので、はい、ここのね、靴のパラメータのところをタップしてみてください。はい、そうするとまたチュートリアルがね、立ち上がるんで、これも見ていきましょう。ようこそスニーカーヘッド。究極のスニーカーコレクションを集める準備はできましたか？遊び方の基本をスワイプしますが、短いバージョンは次の通りですと。はい、まずね、収集してくださいと。アグレットを獲得するために歩きます。歩いてね、収集しますと。私たちはあなたの歩数を数え、あなたにアグレットを報酬します。私たちの通貨はショップでアグレットを使って新しいキックを、コップします。究極のスニーカーコレクションを集めて、あなたのお気に入りをロックしますと。はい、で次のページを開くと、はい、あなたがする必要があること。今すぐ知っているウェアスクリーン、これらはあなたが今着ているスニーカーで、あなたの現在のスニーカーの状態とその獲得率を示しています。どちらもあなたが稼ぐアグレットの量に影響を与えるので、これは重要です。状態が下がるとあなたの収入も下がりますということでね、この靴のパラメーターね、気にして、はい、履き替えたりなんだりねしてくださいと。先ほどもね、天候によってこの倍率が変わったりというお話をしたんですけれどもね、結構細かくパラメーターがあるので、それを見ながらね、状況に応じて履き替えるなりしてくださいということですね。はい、そして棚ですね。これはあなたが全てのキックとアクセサリーが保管されている場所です。ショップでグライルを購入したり、世界中で見つけたりすると、ここに表示されます。今すぐチェックしてください。あなたは私たちがすでにあなたに与えたキックを見るでしょうということで、結構ですね、歩いていくとね、シューズ例えば1000歩とか、ね、5000歩とかっていうタイミングで、まあ、お祝いのプレゼントでシューズがもらえたりするので、結構ね、すぐに溜まっていくと思います。で、後々はですね、まあ、いろんなシューズを買ったりとか、あと T シャツとかをね、買って飾ってる人とかもね、ツイッターで見かけましたので、はい、そんな感じでね、棚をこう、なんですかね、デコレートするっていうか、棚に並べて、まあ、自慢するみたいな、そういう機能も、はい、あるようなので、まあ、楽しみながらね、歩いてこういったシューズを増やしていくというゲームになるのかなと思います。はい、でこの画面ですね、この画面がデフォルト でこのね、下のシューズのところをタップすると、まあ、こういう感じで画面が変わりますので、あとはね、こう右に左にスライドしていくと棚になって、その次がショップ でさらにマーケットプレイスという感じに画面が構成されています。はい、それではね、今日8000歩歩いたということで、で57というポイントをね、稼いだということになります。でこれちょっとね、計算してみたんですけれども、この靴をねタップすると、はい、靴の詳細が出てきて、まずここですね、アーンレイト1000歩につき3ポイントもらえるということなので、今日8000歩歩いたので3パー24ですね、だから24ポイントつくというのと、これですね、これが 2.23%、 要はね、倍率だから 24×2.23 で、そうするとだいたい57とかそういう数字になるんじゃないかと思います。はいね、なのでこれがだから晴れの日だと、もうちょっとね、倍率が良くなるんですかね。今日曇り雨だったのでね、雨ということでグリップとかがやっぱり悪くなってこの倍率なんですけれどもね、はい、これがもしかしたら天気のいい日だと、もっともっと、はい、いいんじゃないかと思います。はい、そんな感じでね、そうですね、 73% ってなってるので、 100% になればもうちょっと数字がいいという感じですかね。はい、でこんな感じで、はい、歩いてポイントを貯めて、で貯まったポイントは、はい、こういうね、ショップで新しい靴を買ったり、あとはメンテナンスのね、こういうグッズもあるので、こういうのを買ったりしてっていうことですかね。はい、で青いのが無料でもらえるポイントで買えるもので、この金色というか黄色のやつが有料のものになりますと。で有料で買うにはどうしたらいいかっていうと、ここですね、バイフォア
1ゴールド、はい、でここで、はいね、15ゴールドで110円ということなので、まあ、1ゴールドあたり22円くらいですかね、そういう計算になると思います。はい、あとこのマーケットというところは、これはあれなんですかね、マーケットっていうくらいなので中古とかになるんですかね。はいね、で多分 NFT が追加されると NFT 付きのシューズとかもね、マーケットとかあとショップとかでも買えるんですかね。でそれがどん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 ね、プレミアがついて価格が上がってみたいな、だから現実でプレミアがついてるような靴が一緒にね出てきたりすると結構高くなったり、あとはね実際のその本当のシューズと同期してなんかイベントで本物のシューズを売るのと一緒に NFT 付きのこういったね、メタバース世界での靴を売ったりっていう、やっぱ現実とメタバースとコラボしながら展開できるっていうのがこのねアプリのすごいところなんじゃないかと思います。はい、はい、でこの画面のこの下にあるのがメニューになるようで、まずこのアンテナマークみたいなのをタップすると、はい、こんな感じでね毎日のヒストリーが見れますと。はい、でその隣のこのゴールドのやつが有料ですね、買う時の、はい、ボタンになるということですね。はい、そしてその隣のこの57って書いてあるところですね、今日の稼いだポイントになりますけど、こちらをタップすると、はい、こんな感じでね今日のこれまでのステップの結果が出ますと。はい、でヘルプと書いてあって、インバイトユアクルーというところ、ここをタップするとね皆さんの紹介コードが出るますので、私はねこの WR1WDD っていうのが紹介コードになりますので、皆さんはね皆さんの紹介コードをお友達に紹介していただければと思います。ただ上限があって、これですかね、5万フォーフリーなので50人までしか招待できないということですかね。それ以上招待しても多分ポイントを加算されないということなんだと思います。はい、でステータスっていうところを見ると何人紹介したかっていうのが出てくるんですね。はい、で戻りますと。はい、でこのマイプロフィールっていうところをタップすると、はい、こんな感じでね、衣替えができますということですかね。はい、でここで多分このペンのところを押すと、こんな感じで、はい、またね着せ替えとかができますということになると思いますね。なので初期にね時間なくて自分の設定してなかった方は、ここで服とかアバター設定していただければと思います。はい、こんな感じですね。でここにパッテンがあるので、この後ろのねこの棚にも靴をどん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 ね並べて飾ることができるようなので、はい、いろいろね、ゲットしたら並べてみてください。はい、そんな感じですかね。はい、あとこのゼロっていうところは同じですね。はい、はい、新しいねスニーカーがまたゲットしたようで、このオープンスニーカーボックスというところをタップしますと、はい、新しい靴が届きました。2回タップして、はい、でフリックして開けますと。はい、おー、ニューバランスの黒い靴ですね、ネイビーグレー、はい、いただきました。はい、バッテリーセッティングが何回も出てきますね。はい、おということで、はい、シューズが随分増えましたね。こちらがもともとね入手したスタート時にもらった靴で、その後1000歩2500歩5000歩ということでもらえたんですかね。はい、そうですね、次はだからまた1万歩になるとまた靴がもらえるということで、これ結構楽しいですね。はい、はい、そしてこちらはツイッターの情報なんですけれども、今ですねこのオレオっていうねシューズが、落ちてるそうですね、どこかに落ちてるそうです。でね、世界中のどこに落ちてるかわかんないんですけれども、落ちてるのでうまくね探して見つけてくださいと。はい、で日本でもなんかもう発足見つかったとかねいうツイッターもありました。はい、でこちらの方がそうですね日本の方なんですけれども、そのね、先ほどのオレオのシューズを拾ったら、
ね、このフリーチケットというものがもらえましたと。でこのフリーチケットを、どういうふうにするのかわからないんですけれども、本物のシューズですね、これの本物版ですね、本物版がもらえるそうなんですね。このチケット今出たんですが、リアルの靴がもらえるってことですかということで、これがね本当にもらえるそうですと。はい、でこんな感じで結構ね、あのイベントとしてメタバースの中で靴を拾ったら本当の靴が、まあ、拾ったっていうかもらえるということもやってるそうなので、結構ねやっぱり本当になんかポケモンだけじゃなくて、ポケモンプラス現物の、ね、実物のものがもらえるっていうところに、かなりねこのゲームの楽しみ方があるんじゃないかと思います。はい、そしてこちらがね今後のロードマップになりますけれども、まずね2022年の第2四半期史上初のゲーム内アグレット NFT ショップドロップということで、これがね今月なんか5月14日から NFT のね靴が発売されるということですね。あとデジタルからフィジカルへ、初めてのアグレット NFT 接続 IRL スニーカーショップドロップということでね、もう本物のスニーカーとなんかつながるんですかね。はい、でゲーム内のエアドロップは2022年以降アグレット NFT 保有者専用のアグレットスニーカー、棚の背景アパレルの組み合わせを展開しますということで、やっぱりねその CEO が元アディダスだったということで、なんかそういったねアパレル系の、まあ、知り合いとかがいるんでしょうかね。結構そのコラボとかをどんどんね考えてるみたいです。はい、でその次ですね、2022年の第3四半期空間 NFT、まあ、メタバースですね、ローンチ、トレジャースタッシュのミントとコップアグレット NFT が世界に、追加の NFT 接続 IRL スニーカーショップドロップ、プレイヤーはマーケットプレイスでアグレット NFT を購入および販売できます。アグレット NFT はアグレットショップおよびマーケットプレイスで購入して USDC およびイーサリアムと交換できます。アグレット、マーチドロップへの排他的早期アクセスということで、ね、このゲーム自体歩いて暗号通貨を稼ぐというものではないんですけれども、まあね、今回このアグレット NFT のねシューズが出現したことによって、まあ、マーケットプレイスで売買できることで、まあ、それを暗号通貨に変えることができるということで、まあ、直接的に歩いて稼ぐというよりは、歩いて稼いだポイントでいろんなシューズを購入して、まあ、今後ですね、その無料で NFT 付きのシューズが買えるかどうかはまだわからないですけど、もしね、買えるということになったら、本当に歩いて稼げる、ね、まあ、ちょっと二次的な稼ぎ方にはなるんですけれども、ね、NFT 付きのシューズを売買して稼ぐということにはつながるのかなと考えています。はい、そして最後ですね、2022年の第4四半期、アグレット NFT はイムタプレックス、ごめんなさい、読めないですね、マーケットプレイスで購入および販売できますと。アグレット NFT はレイヤー1、マーケットプレイス、オープンシーなどで購入および販売できますと。スニーカー、メタバース、NFT の著名人が参加するアグレットライブコンテンツシリーズ NFT ホルダー限定ということで、これ結構ね、やっぱり限定系ですね。やっぱりシューズってね、いろんなまあ海外の結構ね、メジャーなアーティストとか、まあ、そういった方とコラボして、まあ、価値を上げるってことをやっているので、これをね、NFT の世界に持ち込んだっていうところで、まあ、この辺は今後かなり期待できるんじゃないかと思います。アグレットバックパック、プレイヤーは複数のブロックチェーンにまたがるウォレットを統合して単一のゲームスペースで管理できますということで、ここでやっとね、もしかしたらゲーム内のそのコインが暗号通貨になるのかもしれないということなんですかね。はい、ウォレットを統合するということが書いてありますので、はい、なのでまずはね今の段階では直接暗号通貨を稼ぐというところにはなってないんですけれども、まあ、将来的にねそういった機能をどんどん追加していく可能性があるということでね、はい、まあ今のうちからねこういうアプリ、使って、まあ、覚えておくといいんじゃないかと、はい、思います。
はい、ということでね、今回は歩いて稼ぐというよりはまだね、歩いて楽しむ方がね、強いアプリかと思いますけれども、まあ年末にかけてね、もしかしたら暗号通貨稼げるようになるかもしれないですし、まあ、歩いて稼げなくても NFT をね、売って稼ぐということはできるのかなと思いますので、まあ、他のアプリとね、ついでにやるということで、はい、その一つに加えていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、そしてどうせやるならね、似たような稼ぎ系をもらう系のアプリ、一緒に複数稼働してたくさんの暗号通貨をゲットしようということで、まずね、Move to Earn 系、Walk to Earn 系アプリですね、はい、コインというものがありますので、こちらもね、はい、ぜひ一緒に立ち上げていただけたらと思います。この画面ね、スクリーンショット撮っていただいて QR コードを読んでいただくと動画見れるようになっています。はい、そしてこちらは iPhone 限定なんですけれども、ステラウォークということで、歩数に応じてね、ステラがもらえるというものになりますので、こちらも一緒にね、稼働して、はい、暗号通貨稼いでいただけたらと思います。はい、そしてスウェットコインですね、こちらも同じように一緒に起動して歩いて歩数がそのままね、暗号通貨に変えることができますので、スウェットコインについては今年の8月かな、はい、暗号通貨が、はい、上場するということなので、それまでにね、しっかり歩いて、はい、ポイントを貯めておいてください。はい、そして他にもですね、どうせやるならということで、こちらは24時間パソコンをね、稼働させているんだったら、まあ、クリプトタブ、ハニーゲインとかね、あとユニバーサルベーシックアセット、あとはユニコインネットワークの、はい、NFT ですね、こちらの、はい、アプリとかブラウザを24時間稼働させることで、はい、しっかりね、暗号通貨稼いでいこうというものになっています。こちらについてはね、概要欄の方に URL 載せておきますのでね、そちらを参考にしてください。はい、でこちらは、フォーセットサイトですね、1時間に1回、スロットを回すことで暗号通貨、まあほとんどビットコインですかね、がもらえるというものなので、こちらもね、どうせ1時間に1回やるんだったら複数のサイトを攻略しましょうというものになります。はい、そしてこちらがですね、ワンタップのね、1日1回ワンタップすることでマイニングできるとかね、あとはフォーセットですね、もらえる、はい、ものをアプリとかウェブサイト紹介してますので、こちらもね、ついでにね、やるんであれば一緒にどうぞということで紹介しています。はい、詳しくはね、概要欄の方参照いただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリ、コインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。 SNS で投稿して運営して紹介して稼ぐアプリ、ネクストスペースです。
暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作ってコインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリからBNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大BTC が当たるスロットが回せます。ビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイトファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイトビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くと
おっさんがツルハシ持ってマイニングしています。ポリゴンマチックトークンやツイキャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。無料でパンケーキスワップのケークトークンがもらえるフォーセットサイト、フリーパンケーキ .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分のケークトークンがもらえます。姉妹サイトでは出金も確認しているので、コツコツスロットを回せば確実に暗号通貨をゲットできます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイト、フリー柴犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットとツイッターに投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバース及び将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。